おはようございます。お疲れ様です。仁王です。今日もガレージの作業にやってきています。で、今日はまず最初にやらないといけないのはこちらの仮設板、分電板ですね。これを分電板を次の充電、単三で充電するときまでにちょっと新規でやり替えないといけないので、仮設で使いたいので、これをこの開口部から垂れ下げて出すことにします。はい。で、今 SV の14かなんかで引いてあると思うんですが、それを引き抜いてですね、ここから出します。で、この3日間ちょっと雨だったんで、感電すると嫌なんでね、ちょっとやってなかったですが、今回はこれメーターの虹側を、今日晴れてるんでね、メーターの虹側から抜いてここから出したいと思います。はい。そうですね、それを終えてから天井組の作業に入りたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。こんな感じで仮設取り出し完了しました。で、これに出しとけば、まあ、天井作るときにね、問題がないんで、これから次のね、作業はちょっと補強とか入れていこうと思います。はい、以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。